敵魔装騎兵、大帝国劇場に接近。 攻撃防御壁展開。これより大帝国劇場は絶対防衛形態に移行します。 みんな衝撃に備えて。 攻撃防御壁が消滅？そんなことって。大神たちはまだ出撃できねえのか！ あなたが東京で悪さをしている敵ですね。 花組エリカ・フォンティーヌがお仕置きしてあげます。 私の銃弾を神罰と思って覚悟を決めて当たりなさい。
の素晴らしさ、私に見せてくださいな。支配銀の楽園ビギニ
いつはできねえな。俺がここを離れたら、ミカサの暴走を誰が止めるんだ。ミカサが暴走を続ければ、お前たちだけじゃなく、この帝都も消滅する。俺はどうなってもいい。お前たちが、帝都が無事なら、それでいいんだよ。生き残ることが俺にとっては一番大切なことなんだ。知ってるよ。だから俺がやるしかねえんだ。おめえたちはな、俺にとっちゃ子供みたいなもんなんだよ。親が子供を守るのに理由なんてねえんだよ。ヨネダ司令、忘れたんですの？生きて帰ってこいっておっしゃってたではないですか。すまねえな。分かっちゃいるんだが、できそうもねえ。俺はな、自分のことよりおめえたちのことの方が心配なんだよ。親の挨拶ですか。かもしれねえな。おめえたちのことを思うと、自分のことは考えられねえんだ。そうですよ。司令は私たちのことを考えてくれないんですか。子供はどんなことがあっても親と一緒にいたいと願うのです。生きて帰ってきてください。私たちは米田司令と共にいたいんです。おめでとう。
ここまで俺のことを。分かった、約束する、必ず生きて帰る。だがよ、もしミカサがどうしようもなくなったら、その時は三笠を作った俺のけじめだからな。じゃあよろしく頼んだぜ。いただきますわ。この勝利は周囲のために、
きな。戦力になりますね。
エヴァンジッツ！えい！ダッシュです！待ちなさい！おお！えい！おでは蒸気フィルターをつけたからあと1時間は戦えるはず。オオカミ君、この前に金色の蒸気の濃度が桁違いだわ。捨てて逃げなさい。このままだと後部が暴走するわ。
みんなはどこにでも出撃します。それがパリ歌劇団なんです。さあパリ歌劇団に出撃命令を出してください。大神さん早く。了解。大神隊長の出撃命令確認。リボルバーカノンセットアップ。発射準備。ブースターユニット準備完了。弾道弾装填。照準セット。目標大帝国劇場。ウィンオーナー。照準補正。リボルバーカノン発射。ん？ああ、やってくれるさ。パリ歌劇団の力見せておやり。そして米田さんが頑張ってるんです。あなたたちに邪魔はさせません。この地に使われし加護の天使を見姿をここに光あり。
が。当然ですよ。私が本気を出せばざっとこんなもんです。エリカはすぐ無駄に戻るんだから。気にするな。仲間のために戦うのは当然のことだ。東京にいようとも、貴公がパリ歌劇団の一員であることに変わりはないのだ。隊長、魔装騎兵が動き出しました。雑魚は私たちパリ歌劇団が片付け。よいであろう、隊長。マリは平和になっちまったから腕がなまっていたんだ。久々に暴れてやる。私に出会ったことを後悔しろ。
長にいいとこ見せとくか。弱が支配する銀の楽園ビギニWhat?
隊長、いつ迎撃に特攻を仕掛けるつもりだ。これで三ヶ崎幹部の暴走も止まったと思います。やりますわよ。あの、隊長、アーム上の演出のことですけれど。ジャンバルジャンとファンティーヌのシーンは
元のままで行こうと思うんです。私もそう言おうと思っていました。米田司令の気持ちを聞いて、親の愛というものが分かった気がしますの。子供が親に抱く愛情と親が子供に抱く愛情、きっと同じものだと思うんです。ただ表現が違うだけで、どちらが間違っているなんてないと思うんです。米田司令とファンティーヌ、自分の答えは子供の幸せを純粋に願う親の愛。表現している元の演出が良いと思いました。待ちいや、まだアイリスとレニが来てへんねん。お待たせレニと一緒に来ちゃった。僕たちも一緒に勝利のポーズやってもいいよね。もちろんよ。これで全員揃ったわね。それじゃ、行くわよ。